今回もお聞きいただきありがとうございます秋田県の新聞社秋田先駆け新報社のポッドキャストマンズねまれご案内のフリーアナウンサー武藤彩子ですえ今回はデジタル編集部の内田陽子さんと PTA を変えてみたの記事についてお話をしていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい内田さんは、はいえー、入社が2000年 はいということで当時はまだ女性記者ってそんなに多くなかった時代ですよねはいそうですねあの一個上の先輩にあのすごくあのよくしてくれる女性記者がいてあと同期も一人女性がいたのであの仲良くやってきました <laughs> ですよねまあ、男性が結構多い時代っていうことですねそうですね、うん、でその後は、えー、社会部 ああといいろろちちこち、はい、社会部やって、はい、文化部をやってから湯沢支局に行きまして、うん、2>, で2年で戻ってきて、えっと、政経,経済担当とか、うん、あと営業に行ったりとか、うん、ああの内勤の整理部をやったりあと最近は人事部にも。 しばらくおりまして採用なども担当しておりましたすごいオールマイティですねいえいえいろんなところを経験させてもらって、えー、そうなんですね、はい、で今デジタルということなんですけれども、はい、もともと記者志望で入社を決められたっていうことなんですよね、はいはい、じゃあ記者として働きたいなっていう思いを持ちながら、はい、で子育てもしながらですよね、はい そうですね。はい。今お子さんは何人ですか?。子供が二人おりまして、上が中三になって、下が小学校五年ですね。はい。じゃあ受験ですね。ね、そうなんですよ。まだ全然その気配は。本人にはないんですけど。一年あるから。はい。いや、でもね、なんかそういうこう、プライベートなっていうか、家族の。 こうペースっていうかねいろんなこう場面と、うん、自分が働く記者としてのこう何、うん、て言うかペース、うん、難しいところもやっぱりありますよね両立も含めて、うん、そうですねやっぱり子ども小さい時は小さい時の悩みがあったし小学校に入ったら OK かというとそうでもなかったしあの中学校になったら反抗期がひどいしとか。<laughs> <laughs> その都度いろんなまあ壁がある中ででも仕事を何とかいろんな部署を回って続けながらあのやってっくることできてで今またちょっと問題意識を持って書きたいなと思った記事を今書ける部署にいるので良かったなと思ってますね、うん。その今ちょうど書ける 首相に来たということで出たのがこの PTA を変えてみたっていうね、はい、これはなかなか衝撃的な私も PTA 経験はしてるんですけど、うんはい、いや変わればいいのになっていうのはすごい思ってますよすっごい思ってます毎回出るために、うん、あのもう会議出るたびにねこれはもう本当に マイコとして言うのははばかられるけれども、えー、っていうことはみんなあると思うんですけどね、はい、今回こう取材するきっかけって何だったんですか、はい、きっかけ、まあ、そもそも毎年春になったら、まあ、自分自身も当事者ですしあのいろんなメディアで、うん、PTA を取り巻くいろんな人のモヤモヤを 記事化してるるもののをよく見る機会があったのであの春に何かこれをテーマにして書きたいなって思いはずっとありましてで、えっと、今回書くにあたっていろいろ調べている中であのうちの先駆け新報の紙の紙面の方で、えっと、過去にですね23年前に PTA で今いろいろ変えたいとその動き出している小学校について紹介した記事が 載ってたんですねでその一つが大隅小学校さんで,で大隅小学校さんはこれからあこういう変化を進めていきたいってことであの立ち上がろうとしてるってところまで紹介してたので、うん、じゃあその後あの実際どうなってるのかなとコロナ禍を経てあの稼働できてるのかなっていうのを問い合わせてみたらあのいろいろと実際に変わってきてますよってお話を聞けたっていう。 形になります。すごいですね。この2位ですってまあまあ2位ですけど、え役員ないんだ <laughs> っていまそうですよね。専門部ないんだ。エントリーエントリーみたいなびっくりしましたうん、うん。そうなんですよね。<ー>まあ、名称は違うけどエントリー制に近いあの取り組みをされている学校はあの秋田市内にも他にも。 あるんですよあるんですかにここに12年で増えてきてるようでしただからまあ大隅だけが特別ってわけでも今はもうなくって変わり始めてるただ変わってない学校の方がまだ多くてモヤモヤされている保護者の方がたくさんいらっしゃるんだなっていうことを感じてますね、うんうん、毎回あの春になるとね。うん い最後じゃんけんじゃゃんんけないですか、うん、あすごいじゃんけんの練習してから行くんですよ私 <laughs> なんかこうなんかどうもすぐチョキを出しちゃう傾向があり,ああありますよね高校心のなんか癖で、うん、毎回負けるから、うんうん、毎回練習してから行くんですけど子どもと、うん、でもなんかこの例えば総務部とか文化部とかあるじゃないですか補、うん、体とかこれがないといけないないと。 回らなないいいいんじゃないかっていう思い込みにも近いようなう何かこうううありましたねねそうです、ね、もう人数決められてて、うん、各クラスで5人とか6人選びましょうっていうのが、まあ、スタンダードだと思うんですけど大角の場合はもうそういうのを全部希望者に手を挙げてもらってやるとでそもそもやるべき活動を絞ったっていうのが。 あのうまくいっている秘訣かなと思いますね、うん、運動会と学習発表会当日の駐車場の誘導と、うん、給食試食会の運営サポートと、うん、いうことはあれベルマークないんですかねそうなんですあのもう廃止したわけじゃないんですけどまず今年あ昨年度かはやらないでみましょうってことでやらなかったっていう今年また新しい体制がスタートしたら どうするやるやらないっていうのを相談してみようっていうすごく柔軟な考え方が素敵だなっていうふうに思ってますね。ですね、うん、去年やったから絶対また今年もバザーあるようじゃなくて、うん、今年はないけど、うん、来年なんかこう集まったメンバーで、うん、あ家にいっぱいあるよねやろうかなみたいになったらやろう、うん、とかそういう感じなんですねじゃあ。 えー、<laughs> ごめんなさい <laughs> ベルマークはなかなかですからね毎回ねいやあ,のあれとかもないんですかねあのなんていうんですかねそれはあの月光時間に大隅町ではパトロールあの生活安全部であの見守り活動があったんですけどちょうど同じような活動されている地域の,あの高齢者のあの。うん グループというんですかね安全パトロール隊っていう方々がいらしたのであの一旦そ,そちらにお願いしてあの活動が重複してたのであのまずはそちらにお願いしてでその方々の,その活動に必要な保険あの事故とかに備えるための保険料を一部そのお支払いしてっていう体制だっていうふうに聞きました。 まあそれももうそれで解決ってわけじゃないみたいでそれで本当に良かったのかなっていうのはまた話し合いをしていくっていうことだったのでまたもしなんかあればそういうふうにやっぱりあった方がいいよねとかっていう話になれば復活してりとかそういう感じな軟ですね。そうででですすすねすごい柔軟でびっくりがあるからみんな なんかこうね、募集した枠が一気に埋まったりとか、うん、こうみんなが嫌だからやってるというか嫌っていうか,こういいいうかこう強制でやらされてるっていうことではなくて、うん、むしろ学習発表会一列目で見たいからじゃあ、うん、<laughs> ちょっと行ってこようかな、うん、駐車場誘導みたいなそういうスタンスなんですね。本当、ねはあ、一瞬でで埋まったったていうので、えー びっくりしました。いやーなかなか考えますね。うん、うん、そうですね。全然お金もかけないし、うん、まあ、強制もしなかったけど必要なそのスタッフが確保できているので、うん、なかなかだなって <laughs>、うん、<laughs> 思いますね。実は中学校あのうちの子供の中学校もそういう感じだったんです。うん、あの例えば合唱コンクールの、うん、いい席で見たい。 おお母ささんんたたちちとか父保護者の方を受付お願いしますね、うん、みたいな感じだと、うん、すぐ生まるって言っててこれはなんかいいかもしれないですね、うん、前もってこうき取りするのもねどうせ朝早く並んだりとかすることを考えると、うん、運動会を含めて学習発表会、うんはい、いいアイディアですよね、うん、なんかやりようっていろいろあるんですね。うん、そうですね本当当皆さん当事者目線でこれがあったら やりたいよねっていうアアイディア出しだからあまり無駄がなかったうん。よっぽどまあこうリーダーシップが変える時はね、うん、なかなかこう勇気もいるところもあるかもしれないけれども、うん、でもこれから先はむしろ変わっていかないと持たないみたいなところもあるでしょうしね、うんうんうん、そうですね。 やっぱりあの記事を読んだ方からもあのうちも変えたいと思ってるっていうあのご意見いただいたり変えたいけどここまであの大胆にはできてないけどその大角さんの取り組み見て力もらえましたっていうようなこともおっしゃってる方いたりしてあの皆さん思いは同じというかあのただ嫌だっていうんじゃなくて。あの より前向きに続けていける形って何でしょうかっていうのを考えてるんだなっていうふうに思いました、うん、今回の記事がまずあのデジタルの方でこう発信されてこの LINE ユーザーですごく見てくださってる方が多いっていうやっぱ当事者の問題自分の問題としてね、うん、こう、うん ピッてこうしてくださる方が多かったんでしょうね。うん、そうですね、ねありがたいですね。はい、で、今紙面で,で、ね、はい、今紙面でも、はい、展開して,って、ね、載せてますね。うん。なんだろうあのやっぱり時代とともにこういろいろ組織も変わってくるし、働き方も変わってきて、うん、いろんなものが変わってくる中で変わらざるを得ない場面は絶対来るでしょうし、うん、あと学校が統合するじゃないですか。うんうんうん。 なので、うん、それも一つ、まあ、小学校が統合した時じゃあ PTA ってどっちのやり方でやるの、うん、みたいなのってなんかこうね一つ課題になりそうな、うんね、そうですね変わるチャンスにしていければいいですよね。うん、ね脈々と今までうちは、うん もうベルマークは卵の殻に入れてきたからか切ってた <laughs> 卵のあれやりませんはい、はい、卵パックのねやつにこうねキューピーはこっちとかね、うん、やってたから <laughs> 小池はこっちとかやってたからこれじゃなきゃダメなのよっていうんじゃなくて、うん、もっとこれを楽にする方法とか、うん、なんかねいい方法をどんどん考えていければいいですよね、はいはい、ちなみにあの内田さんは次は何かこう狙ってるネタとかあるんですか ああそれは絶賛あの考えちゃう<あ> <laughs>、ね、この PTA ネタも <laughs>、うん、もうちょっといこうかなっていう感じあそうですねいろいろ反響いただいたのであのお話聞きに行ってみたいなってやっぱりいろんな石井さんのことだけが正解じゃないと思うのでいろんなやり方がある私はこうやってますようちの学校はこうですよっていうようなことをあの続報みたいのができればなというふうにあの。 考えてはいますますすだですけど <laughs> 確かにもっとすっごい人数の少ない学校もあるわけだから、うんうん、どんなね風にやってるのかなとかちょっと思ったりもしますしね、うん、これから先少子化もあるからみんなでなんかこういいアイディアがあって、うん、真似でできるといいですよね、うん、私今回の記事読んで、うん、あこれなんかみんなで読みたいなと思ったんですよ。うん、あの 役員決めの時とかこんななありましたよ <laughs> たよみいな言えるなみたいななのでみんなにヒントにしてもらって、うん、じゃあどんどん PTA ネタよろしくお願いします。うんはい、よろししくお願いします <laughs>、はい、ということで今回はデジタル編集部の内田洋子さんにお話を聞きましたありがとうございましたありがとうございましたじゃあこれ最後のコメントあるんですよご存知と思いますがですか <laughs>、はい、いきますよせーの。